今回チャレンジする競技はぶら下がるダンクシュート、エアーダンクシュート。ボールはないので、こう手でぶら下がったら勝ちです。はい、いいですか。ぶら下がったら勝ちです。優勝です。優勝。普通にジャンプしたら届きません。入らないか。さっきのそこのジャンプの方が飛んでました。はい、一人じゃ無理だ。二人で力を合わせよう。第一弾、大道ダンク。これは例の某会社とは関係ありません。関係ありません。大道さんとのタイアップ動画ではございません。大道ダンク。大道芸人の方ですね。セット。ああ、なるほどなるほど。二人で協力して。おお。よっおおすごい。お、いけるかいけるか。これいけるんじゃないですか。足プルプル。ジャンプしろよ、ジャンプ。いけそうだったでも。あ、重い。ちょっとギュッて握って。よし、ジャンプするよ。危なかね。だいぶ距離があった。距離あったね。第二の作戦行こう。これダメだ。第二の作戦。第二の作戦いきます。第二の作戦とは？セット。土下座じゃないんだ。人間踏み板。土下座シュート。じゃあそのまま吸ってくださいね。はい、なんか気持ちよかった。走ってきました。おっ、遅えよ。走ってきた。ポー、はいだだポー。おお、これいけそうだ。よし、じゃあ本番いきまーす。気合入れていくぞー。おい、どうした木村君どうした。多分距離確認するためだけどね、あそこから確認されてるのよね。目が合ってるよ、目が。ズリンって言った、ズリンって。分かった、距離が遠い。次さ、走ってきてガッ。あ、それかっけえ。それこれいこう。乗れる。これは無理だぞ。メオ先生、これ久しぶりによいしょ、いくよ。結構飛びますね。あれなんか。はい、不条キム交代。キム交代。この人ポンコツだもん。33歳、怪我しました。着地でやられ。33歳、膝がぐにゃぐにゃだから。33歳ダメ。着地やばかったでしょ。だってね、ゴールがこっち。あ、すげえ。足が痛い。行くぞ。お、行くぞ。せーの。イエーイ。届いたね。3人いてやっと届く。2人じゃダメだったね。絶対俺の方が飛んでった。この挑戦シリーズね、成功した後が疲れる。